次は SEE の恋愛、うん、ではまずこの SEE の一番得意な部分、はい、主機能の部分ですね、うん、の SEE、SEE の恋愛、うんうん、この SEE の、主機能の部分かなり矛盾した態度を取ると、うん、トゲトゲしくて強引かと思えば、うん、その次には愛情深くて思いやりがありそつがない人になっていますと。情緒的でありジェスチャーをしたりじっと見つめたりして自分の感情は態度でドラマチックに示す、予測できない反応をするのも特徴的ですと。かなりせっかちで自分の気持ちを形にして表そうと努めますと。 SE、SEE は将来有望なのに何がしたいのかがあまり固まっていない人が好きですと。性に関しては独創的、すぐに怒り傷つきやすく気まぐれですと。気遣ってもらえたり優しくしてもらえたり起点を聞かせてもらえるとありがたく思いますと。理想の相手探しは長いこと続くかもしれない。パートナーとして賢く忍耐強く上旬であり水に流す方法と必要なことを実現する方法を知っていて手段に対し理解があり批評眼があり自分を退屈させない人が必要です、うん、得ました。はい、ありがとうございますそういう人ありがとうございます、はい、で FI、うん、はい、内向感情 FISE の恋愛、柔らかいけども粘り強い人です。いつも自分の望みを分かっていて、うん、それをどうしたら実現させるかを知っています。洗練されていて美学があり礼儀正しいことに価値を認めます、うん、セックスについては主導権を取ることができるが、うん、相手が主導権を取ることがあるかもしれない。共感できない感情を押し付けられるのを嫌います。わかるたとえリーダーを目指したがっていても、はい、家族は作ろうとします。平穏と秩序を好むので付き合う相手はこれらを生活に取り入れていかなければあげません、うん、居心地の悪さと快適良さのに努め十分に勤勉で活発であり進んで行動します。はい、冷静で合理的で働き者、家族を養い尊敬を得る方法を知っているパートナーが必要です。そういう人がいなければ FISEE は一人で生きていくことでしょうと。頑張れ得たから、ね、頑張れとかじゃない話ですもんね。でもいやそれを得るために、うん、努力は必要ですよ。あとそういう話をしてない今どういう話してました。今そういう人を求めてますよって話ですよね、はい、でそれが得られないんだったらもう一人で行きますよって話ですよね、はい、で僕は SEE ででバッチリそういう人だった見つけました。あとバッチリそういう人だったと思っている。そういう人じゃないけど頑張って手に入れたのか、はい、っていう話ですよね。あ、じゃあ僕はタイプの話を僕は、はい、こういうタイプなので、うん、そういう人を得るために頑張ったよって話をしました。で、奥様はそういう人だったかって話ですよ。と思っています。はいはい。うん、ダメですね。いや、いいんですけどね。はい。はい、では、うん、次は ILI ですね。はい、ILI の NIILI の恋愛。なので、うん、多分主機能のとこですね、はい。はい。内心は繊細で疑ったり、狂ったりしがちですと。他人の弱点は多めに見て自制できるできなくなることはめったにありませんと。穏やかで調和した関係のために努力しますと。セックスにはやや自信がなく疑い深くて慎重ですと。長期的なアプローチやセックスに至るまでの準備期間、他に愛されているという証拠が必要ですと。最大限の感動を味わうためには愛する人を少しくらいいじめても構わないと考えています、うん、理解してほしい尊敬してほしいと思っています、うん、楽観的でそつがなく説得するのが上手であらゆる疑念を払いのけることのできるパートナーが必要ですと、うん、セックス中は相手が主導権を握ってくれるのを待ちますが相手が主導力を示さない場合には誤解されてしまうことがありますと。複雑ですね。うん、複雑。いや今この人のことを今僕は恋愛の相手として今見ていたので、はいはい
そういう人を求めてますよって話ですよね、うん、なんで自分ちょっと自信がないわけじゃないですか。だからちゃんと確認したい、はい、それをちゃんとやってくれる相手を求めてる、はいはい、なるほど。で、まあ、さっきのもそういうのに心当たりありますかみたいな話だったんですよ。得ましたではなくて、さっきはね、ごめんなさい、もう僕は今僕が登場しないところで見てたので、はい、で今度この ILI になると、うん、僕がどうこの人に向かうかなので、はい、客観的な話ができる、はい、ごめんなさい、はい、下手くそで。で TEILI の恋愛、うんうんうん、積極的で決断力と冒険心のある人を評価しますと、うん、感情面では分別があり、うん、頼もしく節操がありますと、物質的にも精神的にも快適で秩序があり、うん、家計の管理がなされていることを大いに重視する。ある種の自由はパートナーに与えるが、極端な行動は嫌い、関係は安定させようとしますと。情緒的な準備や高度のセックスのテクニックを好む。自身の主導力を奨励してくれるパートナーが必要だ。 TEILI は気ままで現実的で、家族の繁栄と幸福を強固なものにできる人に感銘を受ける。このような人とは合理的に歩み寄ることで関係を築きますとあります。はい、なるほど。では LIETELIE の恋愛、 TELIE のクスへの態度はやや保守的で合理的ですと。倫理的に優れていることを重視し、安定して長続きするための関係のために努力する。主に一人の相手とシンプルで健康的な性生活を送ろうとする。相手が喜んでくれたり満足してくれたりすることが TELIE にとっては大切だ。怒りっぽく嫉妬と独占欲を抱きやすい。そつがなく繊細で感受性の強いパートナーが必要です。真面目でほどほどに情緒的で自分を理解してくれる人が好きです。TELIE のパートナーは寛大であり、またセックスの感動を多様なものにできる人である必要があります。なるほど、はい、なんかこの、うん、自分の機能の中に T、うん、T がないので、はい、あれ T って何でしょ、 T ってシンキングですよね。やっぱりね、うん、なんか何を言ってるのかが分からないっていうのがあって、はい、何がどういったところが、あの映像化しようとすると、はい、ノイズが入るんですよ。ザーって何言ってんだろうって、はい、ちょっと、ね、文字面だけちょっと読みますね、はい、すいません。でなんでこの LIE の NI、うん、なんで内向直感、はい、自立していてロマンティックで予測不可能な反応をしますと、うん、気持ちやパートナーをコロコロと変えたがります。せっかちでことを急ぎ性的な関係を結ぼうと焦りがちですと。愛情深くて優しく相手の気持ちを考える。ユーモアのセンスがあり、ユーモアやジョークにすることで気持ちを表現します。大胆であり主導権はためらうことなく握り、互恵性、互いに恵み、互恵性を重視します。すぐに怒り直情的ですと。互恵的な感情に自信がなくなると他の相手を見つけて親密になろうとするかもしれない、うん、意志が強く自分を支えてくれる人を必要とする。勤勉で性的関心が強く頼もしいパートナーの支援を求めますとありますね、うん、なるほど。それでは、引き続き、はい、ESI FIESI の恋愛、はい、安定していて長続きする正直な関係を好みますと、うん、じっと見つめたり言葉にしたり気遣ったりすることで気持ちを表現する。細部にまで気配りが行き届き注意深く油断しない。あまり注文が多くないパートナーを必要とする。文句を言わない人は勤勉に違いなく秩序を作り快適さを追求し成功を収めることやそういう生活を維持することに興味があるはずだからですと。FIESI と付き合う相手は楽しい手段を取りつつも気持ちや愛情には誠実であらねばならない。さもなければ関係は崩壊し、どんな
説得や歩み寄りも無視されてしまうかもしれませんとあります。では SEESI の恋愛、情緒的で大抵自分の感情は抑えているが、もしパートナーが主導権を握るのが難しい場合には主導権を取る。ただしそれは感情面での互恵に自信がある場合に限られる。隠れたコンプレックスがたくさんある。SEESI にはくつろいだりのびのび行動したりすることは難しいですと。そのせいでセックスにも無関心に見えるかもしれない。ロマンティックにかつ現実的に愛されている証拠を示してもらう必要がある。また主導権を取ってくれて気持ちを信頼してくれるパートナーが必要です。SEESI は柔軟でダイナミックで緊張や疑念をふざけながら取り除くことができる、物事の明るい結果に自信を持っている人に感銘を受けますと、うん、という、はい、紹介でございます、はいはい、これ僕ね、はい、ソシオニクス面白いなと思うのは、はいはい、要はこの感覚は、うんうん、あ、ごめんなさい、自分の話をします、はい、SEE 意識の部分で強いのは外交感覚、うんうんうん、なので世の中をどう捉えるか、うんうんうん、っていうのは意識できる、できる、うんうん、が内向感情が悪さをするっていうのは、うん、心当たりがある、ある、まあ、こう感情的な話をよくしますもんね。いやもう抑えられないんですよ、もうイライラがイライラというか怒りがね、はいはい、感情がなんか僕のこの、はい、僕のやりたい理想があるわけじゃないですか、うん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 、僕の社会正義があるわけじゃないですか。それがそう意識的に出てる SE の部分ですよね、はい、でそれ、うん、それが本当にやりたい、はい、時に何かが邪魔が入った時に、うん、こいつが邪魔をするんですよ、はい、うん、っていうのがこのグラデーションで説明してもらえるソシオニクスは、うん、とても分かりやすいと思ってます、うん、はい。